あー、これも可愛いね。これじゃない？これも可愛いね。たかしのセンスどう？大阪で花形らしいナンバーワンやから俺。おー、これも可愛いね。綺麗。うん、言うだけあるわ。うん、いい、それでもいい？ちょっと花言葉聞こうよ。これなんか花言葉あります？特にない。はい。あの、これとひまわりどっちかにしようよ。花言葉聞いて、ひまわりとさ。ベゴニアの花言葉は、幸福な日々。幸福な日々。愛の告白。愛の告白。片思い。片思い、こっちのひまわりは。ひまわりはあなただけを見つめる。あなただけを見つめる。たかしどうする？どれくらい？福岡隆がやっぱ選ばないと。でこっちはあなただけ見つめる、ね、花言葉で、こっちは幸福な日々、ね、幸福な日々、あと片思いだったかな。幸福な日々こっち、はい、あ、これください。あ、これ買ってあげるわ。いくら？金なら切れば当たったり持ってくる。たかしが買った方がいいかな。はい、気持ちだし、はい、どう、はい、そう、僕は買うの、はい、いける、はい、どうなんだろう。いくら、なんか、はい、いくらだ。いや、俺払ってあげたいけど、どうする。いくら、はい、いや、出す出す出す？払う？払う。買ってあげるわ。買ってあげるわ、じゃあ。いいよ。2000円。足りるわ。いや、もう足りるわ。たかし、小銭払って、じゃあ。はい。あ、違う、そっちのたかしじゃない。こっちのたかし。いくらの？それ5000円渡して、4000円もらえる。これ4000円。よろしいですか。はい、喜ぶんじゃない。当たります。はい、4300円ですね。片思いね、意味深だね。幸福な日々、うん、奥ちゃんの片思いでも幸福な日々が続きますように。たかしはもう離婚してもいいと思ってても、そういう関係あるからね。あ、駐車券、メッセージカード、駐車券って持ってきてない？あ、対応してないですか。あ、じゃあお金で。メッセージカードだってよ。メッセージカードあります？はい、メッセージカードあります？こちらからお選びください。はい、メッセージカード、たかしが選んであげて。たかし選んで、うん、これ俺、なんか1000円。じゃあ俺もらう。メッセージあります？多分ここに書くんですよ。何もないですか？幸福な日々。あ、幸福、なんか自分で書いてもらう？書いてもらう。幸福な日々。あ、幸福な日々って。幸福な日々。で、俺、たかし代わりに書いてあげて。うん。何色にしようかな。赤にする？緑？あ、赤にする。たかし、どっちの？大阪？うん？福岡？こっち？いやいや、あの字が嫌だから代わりのたかしが書いてあげて。あ、いいっすよ、もう手書きで気持ち込めてよ。主持久、幸福な日々だよ。こう、うん、福、うん、な、うん、そこ下行く。幸福な日々じゃなかったの？なんで点々点になっちゃったの？幸福の日々を。ちょっとこれなんか感じ悪くない？まあいい？よう分からんな。あんじゃねえよ。赤文字は激アツだよ。赤文字はでもない。まあいいんじゃない、うん、パチンコだったらね。パチンコだな。幸福な日々を。バイタカシがいる、うん、過ごせないと思うけどって続きそう。バイタカシいる、過ごせないと思うけど頑張って、ね、パラリだパラリだ。オッケー、あ、オッケー、ぐるぐるいる、うん、オッケーグル、オッケーグル、グル、ハートつけてあげな。ボクちゃん喜ぶんだね。うん、いいじゃん、ね、かわいい、うん、いいじゃん。聖司は絵心あるもんね。ちなみに聖司ってめっちゃ絵うまいんだよ。
いいじゃん。これいいよね。どう？漢字読めるやろ。これ良くない？みんな嬉しい？女性の人これ旦那さんに言われたら。ひらがない？書き直すか？書き直すか？ひらがない？書き直す？うん、あ、すいません、もう一枚リベンジ、見ますか？お金払いますよ。いくらですか？お金ならあるんで30円。うん、100円あげなもん。なんで字間違えたの？なんかね、ひらがなじゃないとってリスナーが言う。ひらがな全部？僕ちゃん読めないからとか言って。ああ、そういうことか。うん、すいません。でも素敵だ。それも一応両方ともね、漢字バージョンとひらがなバージョン。うん、どれがいい？もうリスナーもいちいちうるさいな、ほんと。こんな重役俺がいいの？聖人。あ、俺がいい。ピンクがいいな。ね、カードどれ？好きなの選ぶらしい。さっきの何？さっきの好きなの選ぶらしいよ。書いてるやつあるやん。朝それでやん。どれどれ？どれでもいいらしいよ。これ？これか。これインシバー。な。え？あります？何も書いてないやつ。はい。なんで？幸福な日々。あ、ひらがな書けばいい。うん。一行の方がいいか。まあちょっとそこはセンスで。どっちだ？二行。あ、一行で書くか。うん。ああ、もう書いちゃったっすね。途中で言われても。はい、いやいや。書いちゃったっすね。うまいや、セージ。いや、ちょっと子供へのプレゼントみたいになっちゃうわ、ちょっと。うまいって。キビを、うん、で、観点点ハート行く？ハート、うん。どうすか？バッチリじゃん。幸福なんか、かわいいかわいい。これちょっとお願いします。いいじゃん。どっちが好みですか？このままいいけどね、やっぱ感じもね。これもかわいい、うん、ね、かわいいかわいい。あ、両方。はい、こっち漢字バージョンで。はい。いや、俺はいいわ。字うますぎるから。いや、オッケーオッケー。帰ろう帰ろう。いやいやいや。はい。これもします。持ったよ。うん。行けますか？いえいえいえ。喜んでくれるかな？ね。皆さん、右下ナイスお願いします。いい話だなと思った人。ナイス。あ、こっちじゃない？駐車場は。1900円されます。ナイス、ありがとうございます。ありがとう、お願いします。ネギの写真見せてガチで。
ちゃんには7万円渡したよ。5万円だっけ、競馬だった時にありがとうって言って。で、ハックンにはドローンとね、ドラえもんのやつと、あと戦車のおもちゃ。どうします、ちゃんと平等にやってますよ。競馬55万当たって5万円ずつ渡したから。本来やりすぎだけど、ギャンブル当たったからいいじゃん。これ駅の中大丈夫？大丈夫か？ラジオ好き？ちょっと写真がセンスがないな。あれ、3人の写真ねえな。3人の写真ねえな。まあいっか、どうしよう、聖地にしとくか。3人の写真ないな、あんま撮ってないね写真。うん、これ飛行機寝てる時に。はい、うん、3人のね写真撮ってないもんね、あんまり。2000行く？2000行かない？もうあと80だよ。あー来た、すごいっすよ。2000お願いします。すごいっすよ。2000ナイスお願いします。今日しきちゃんは来ないのかな、ボクちゃんが呼んでるのかな。ボクちゃんは配信してるのかな。あーもうダメだ、触れちゃいけないとこ触れちゃった。まあ失敗しちゃうわ。普通 なんで名前出すの。普通の質問、普通の質問がダメなことあるんだわ。バカ、ダメだダメだ、なんで名前出す。あ、ね、NG ワードしようかな。写メ送ったよ。え、あ、いいちゃんありがとうございます。何の写メ。エッチですよね、多分。送ってくれたの。うん、隣住んでしょ、ホテルで。おかずじゃね。あ、お待たせしました。あ、いいっすよ。お花どうしたの。あ、行かないんだ、オッケーオッケー。大丈夫よ。配信棒持ちながら無理だって。マジで重いよ。ダメだって。マジで重いよ。400。もうブロックしていくね。ブロックね。464のブロック。ああ疲れた。ここの建物だったっけ？よしよし。
仲良く配信してるんだからいらないコメントやめなよ、本当にね。どうも。いくら？1,200円。ありがとう。あ、高橋出してくれた。ありがとうね。大阪高橋出してくれた。うん。何回だったっけ？ここに。ここに。もうこう見えて結構ハードでしょ、うん、めっちゃハードね、うん、はい、ネージいるからね、面白い、確かに剣と一緒、うん、はい、了解です、はい、あ、間違いない、はい、了解です、はい、着いた、トランクに入れる、これ荷物トランクいっぱい開ける、はい、トランクいっぱいだな、うん、うわ、めっちゃ荷物あるじゃん、やばいな、これこれ乗れるか、荷物が乗れる、ここまでもあるよ、荷物まだ、トランク行く、お花もある、どうする、トランク入らないか、トランク入らない？何が入ってるトランク見せなさい、ちょっと悪いもん入ってる？あらららら、あ、映せないもの、いや、いけるね、大丈夫だよ、うん、これはきついね、家出のトランク、家出のトランクね、もう無理やり乗る、うん、もう知らない、とりあえずリュックを踏んづけるわ、俺リスナーさん、これリュックでちょっと踏むか下置くよ、うん、無理やり強引に行けばなんとかなりそう、これ邪魔やか、これスイートベルトもできねえやか、あ、いい、よしだ、痛い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 って噛んどる、噛んどる、痛いわ、水できてない、よし、うん、あ、ちょっと待って、高橋、そんなとこ行っちゃダメ、運転すんのにダメ、はい、いいよ、先生、返しとく、はい、これ俺のじゃなかった、これ誰のこれ、誰のこれ、俺のじゃない、高橋の、あ、はい、高橋、はい、高橋に返して、高橋、あ、俺じゃない、うん、いいっすか、はい、誰から来るか分かんなくないよね、よいしょ、夜中にさ、ダラダラさ、なんかやれよって分かるでしょ、昼間からね、ずっとやってるんだからさ、深夜になったら疲れてくるの分かる？リスナーさん、最近言われるけどさ、夜中にね、ダラ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 さ、すんなとか言って、よいしょ、あ、ファンタスティック、すいません、取れた、あ、クラゲ、坊ちゃん、ありがとう、すごいね、坊ちゃん22個あります、
着いたらせいちゃんやる。いや俺はいいよ。もういいよ。いや俺はやって。もう2000ナイス行くからさ。いいよ俺。もういいよ。やりな。俺そのあんまやれないな長時間。疲れちゃう。でね、政治が最終日だからちょっと多めにやらないと。でもさ、開きすぎてるから無理だよ。ワンちゃんね、うん、最終日でしょ。開きすぎてるよ、もう、マジで。いや、福岡たかしさんもね、帰ったらね、配信してもらって、うん、あと一件仕事が。一件仕事？はい。こちら。はい。いや、ま、焼肉食べれないです一緒に、もしかして。あ、そうですね。うわー、マジか。何時からさ。帰ったらすぐ。帰ったらすぐし。寝とけばよかったのに家で。あのパーティーじゃないですよね。あ、じゃないです。パーティーはあの、うん、2件ダメでしたね。2件。今日はい。2件ダメでした。はい。あのちょっと。都合がつかない。都合がつかない。はい、全然寝てないでしょ、高志今日。あ、寝ました。寝てる？はい。すぐ起きてきたじゃん。え、すぐ。すぐ起きてきて、ごっくの次に枠 4時間やったじゃん。はい。全然寝てないじゃん。仕事あるなら ね、寝とけばよかったね、今日。ええ。大丈夫？はい、大丈夫です。いつもこう。あ、そう。はい。ショートスリッパっていうか、まあ、あんまり 寝れないですね。4ナイスお願いします。お願いします。もうちょい2000いくぞ。カウントダウン来た。これ2000ナイス、ありがとうございます。マッシャーナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。来たよな、すごいな、うん、すごい強いよ。で、たかしも1000以上もらってるから、うん、トータルで考えるとマジですごい。3人で3000ぐらい取ってる。うん、マジですごい。それ恋愛禁止な俺たち、うん、恋愛禁止。うん、ダメ。恋愛はダメやけど、パコは、パコはいいよ。パコ OK、うん、パコはいいの、うん、恋愛禁止なの。恋愛禁止。アイドルだから俺たち。アイドルなの。そうだよ。そっか、AKB みたい。そうだよ、 AKB。いやね、福岡隆さん気遣いちょっとしすぎじゃね。そうだよ、借りるよ。もう奥さんに髪の毛抜かれてんだから。お金渡した分以上の働きですよ。あの、会えるアイドルですね。僕たちですか。はい、会えるアイドル、ね、いや、会えるアイドルとかリスナーに会いたい配信者、逆に会いたいっていう。あれ、何名前がね、会える団員なんですか。いや、その AKB の会えるアイドルから、あ、やりちんだから、大丈夫ちゃんと、うん、会える。すいません、そこから聞きました。スキャンダル、確かにすぐ暴露される。でも半分ぐらいかな、暴露される確率、うん、手出しても半分ぐらいはされてない。疲れてるから早く帰ってあげて。いや、今日までですよ、はい、最後焼肉食べてもう帰るんで、うん、まあ、長居してもね。博多駅のホテル泊まる、うん、シングル喫煙で。俺知ってるよ。もう一人で寝たい。オリスパ行きたいわ。あー、いいね。わかる？うわー、レイちゃん、ファンタスティック。わお。イエイイエイ。人生大好きね。ありがとうございます、レイちゃん。オリスパって福岡ないの？オリスパってあるな。オリスパってオリスパやんな。何それ？高級マッサージ、知らないの？知らん知らん知らん。高橋は。知らん。東京のあれ？博多駅周辺にないっすか？マッサージ行きたいね。マッサージ行きたいわ。マッサージ。ケン君ってね、あのゴクちゃんの息子？うん。うん、
らぎ箱ぽっちゃんかな、あれじゃん、ありがとうございます、ありがとう、これ押したら見れるのか、おおすごいわ、爆投げがこんな飛ぶ、毎日やるこれ、えぐいな、もう毎日やる、何するの、ウィンウィンウィンだよ、毎日ネタがないやん、毎日2000イベント出なくてもいいかも、こんだけ飛んだら、毎日やるかこれ、ありがとうございます、ステージ最終日なんで、スタートカーつけるんで、100万ポイント。いや、無理やって。ちょっとね、爆投げお願いします。100は無理やって。はい。2位キープ狙いでお願いします。100は無理やるよ。チートってイベント、いや、これ自動で出るやつだから、自分でエントリーしてないんですよ、これ。水族館のやつ。こういうね、ちょっとしたイベントが常にやってて、ふわっちってイベントやってない時ないんですよ、うん、うん、じゃあ化け物リスナーしかいないと思ってた、いやうちはね若い子が多い最近、本当だよ、あーひーちゃんありがとうございます、ふわちゃん見るんじゃないか、ラブだよ、イベント頑張ってね、ひーちゃんファイトだよ、頑張ってね、せっかくナイスにしろって言って、ちょっとでも刻んでいこう、はいっす、めんどくさい、僕に花渡す時のセリフ、ちなみに、うん、ね、高橋さんが渡すもんね、うん、普通に渡すだけ、なんかあります、言いたいこととか、うん、特にないですか、花渡し離婚してくれよ、感想特にないみたいです、あ、ありが、いつもありがとうとかどうする、いつもありがとう、うん、いつもありがとうでいいよね、その一言で救われたりするんでね、女性好きだよとか照れくさいけど、ありがとうがいいんじゃないの、うん、何これアジフライセンターで何これ、ポエマ、これ女好きだから女の気持ちがね少しわかる、高岡隆だよ、うん、あれ誠司さんこれ目開けたまま寝てる、あれ、これ起きてるこの人、助かれてる、これ寝てる、これ目開けたまま生きてる、ね、寝てる、あ、目開けたまま起きてる、
反応しないけど、うん、こういうねちゃんとボケは拾わないとダメなんだよ、ね、寝てるかな起きてる、うん、怖いよね。あ、ごめん、あ、寝てた。 さっきの、 あの最後に来た女の子のこと考えてた。あららら、あ、ぼーっとしてた。配信に集中できない。あらららら、らやばいわ、でもおかしくないさ。めちゃくちゃ可愛かった、好きだわ、あの子の味で。はい、もしもし。みなさん、言うてありましたか？うん、今ね、帰ってるところ。あの、帰り、みなさん、先にインフルして。うん。私、今、仕事中もちょっと礼儀に帰ります。あと、少しです。うん、そう。そしたら、俺ね、その後、あの、仕事入った。高木さん？うん。おじいちゃん？そう。もしもし。ちょっと下ろします。おじいちゃん、明日大変なことですか？うん、もう食料がないって。食料はいつもそれどうする？皆さんあのご飯待ってる、どうする？はい、うん、まあ、はい、はい、早く終わりですかね。はい、わかりました。うん、皆さんお腹空いたから、はい、チャーハン私作りました。とりあえずそれちょっと食べてください。はい、わかりました。あ、美味しいよ。はい、はい、あ、はい、はい、うん、うん、はい。去年です。そうなんですね、あのいろいろいろんなの送られてくるんですけど、あの先のやつまですごいまとめて送られてくるんで、その5ヶ月分だけ送ってもらっていいですって。ちょっと分かんなくて、はい、もうすごい来ますよ本当毎週のように。でその来年とかのやつ見ても分かんないんで、はい、すいません、あの日本の方ですか？ちょっと片言に聞こえるんですけど、日本の方です？はい、日本の方です？あ、そうですか、すいません。あの今年の分全部送っといてください。じゃあ去年の分から、はい、はい、はい、わかりました、はい、はい、はい、わかりました、あの送られてきてももうそれで止めてくださいね、もうひっきりなしに届くんで、はい、ああ、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、あー、あー、政治が重すぎて。ちょっといいですか、送っといてくださいね、ちょっと今取り込み中なんで。何、何確認するんですか、
今送ってる住所に送ってくださいよ。は？今送ってる住所に送ってください。届いてるんで。あ、無理です、もうそれ送ってくださいね。もうちょっと忙しいんで。それでも送ってくるんでしょ。だったら送ってくださいよ。黙ってても送ってくるんですから。うん、だ送ってるんでしょ。だからそこの住所に送ってくださいって言ってるんですよ。あれ、一個頼んでる。はい。じゃあいいですか、言いますね。足立区西新井本町。イラつく、うん、何何、住所何、詐欺されてるの、なんかわからん、もうめんどくさいんだよ、住所聞かれて。おいでもれしてないですか。行っちゃダメ。大丈夫。もうしつこがしつこかったんだもん。なんか滞納してることがあるもんでとか言って。知ってるよね、絶対。ダメなの？どこにぶつけた？ケツぶつけたんじゃない？ちょっと。聞かれないよね、なんかいつも送ってきてるから。いいすいいす、高橋さん。大丈夫？花束持たせてあげて。ああ、なんか片言っぽかったからな。外人っぽかったんだよな。政治なんで、いやドカーンと落としたでしょ。だから政治が後ろに乗ってると重たいから、ケツが下がって段差登るときにするわけよ、ケツをね。ケツってかお腹かな、あれ。お腹かな、うん、車の真ん中、うん、そのガタンっていう音なんだよ、うん、で俺はなんかしつこいやつから電話かかってきてたんだ。ないかな、財布とか持ってきたかな。あるわ。うん、ちょっとミュートします、エレベーター乗るんで。追加。どうでいつも動画にしてる？動画にしてる？ここ。よいしょ。ただいま。ただいま。いないやないか。誰もね。おらんやん、ごくちゃん。であれもおらんや、寝てる、おらんじゃん。
仕事？うん、おらんや。荷物隠しとくか。ちょっとこっちの裏に。荷物隠しとく。サプライズでごっ。これ隠しとくわ。よいしょ。お疲れ様です。ああ、だから先にお風呂入れって言ってたのか。俺もちょっと風呂入りたくないな。めんどくさい。そういう気分になれない。ホテルで風呂あるもんな。